はるか、はるかを探しに行きますってことで、はるかちゃんが誘拐されました。署ではるかの行方を探って。はい、伊達さんお願いね。町に出ればまだギャングどもがいるはずだ。あつらのアジト、アジトに行きます。またこのホームレスたちも結構大打撃を食らってるみたいだな。よかろう、よかろう。では私が相手だ。なんだ、あ、西田か。なんで機嫌が悪い。いつもバットも、あ、バッティングセンターに行くなってことね。ほな、今回はこれで。わかったよ。まったく。ほなに、こいつら情報知ってるってこと？錦山組の連中、マジか。これからどうする？やっぱ錦が絡んでるか。なんでバタヤがいるんだこんなところ。あー、うーん、明日じゃなくてもう普通に今すぐニュースになってもいいぐらいだよな。またかよ、見過ごせねえな。こいつらキャラガンギャングの可能性があるな。ブルーゼットか。お前はなんで半袖の上にバスケのユニフォームを着ているんだい。はい、くらえ。はい、で、おお、本格的だなお前。おお、お前本格的だな。お前は本格的だ。お前は本格的。もういいよお前らは。全然これもういいから今食べちゃおう。そうして、そうして能力アップができるな。これ心もこれ10までのやつはこれ全部つけちゃおう。全部つけていくスタイル、もう、なんとかもう見ない。このエリゴノムとかはもうない。もうすべてを食らいしゃぶり尽くすスタイル。すべてをしゃぶり尽くしてやるぜ。力入れ根性反撃。維持反撃の極み。で、残り50だから、ちょっといいやつを。ここより好みするからね、これ。あと1個だから。ヒートゲージの最大、足を叩き寄る。おお、ヒートゲージ最大量。うん、これ技いくかい。50の技回避レジスト。うん、さらに繰り出す荒々しい飛び蹴り。シンピラスタイルの極みみたいなこと。これ、この2つなんか面白いな。これどうしよう。まあ、10だからいっか、つけちゃおう。50のやつ今回ちょっとつけられなくなっちゃったけど。もう10は全部やったね。OK。行くぜー。またブルーじゃん。ブルーゼットじゃん。どうした、ブルーゼット。とりあえず金だぜ。後悔するなよ。なんだ、とりあえずとは。と
とりあえずとか言ってるからダメなんだお前らは。必ず金を取れ、必ず集金だ。集金してこいこの野郎。だからお前らはいつまでたってもうだつの上がれねえブルーなんだこの野郎。ちゃんとに取り立てやがれ。のら、ジャブだろ。おいおい、ちょっと違うんじゃないの？違うんじゃないの？よし。このギャングめ。もうなんだかんだ言って、お、これはなんだ？またブルーか。お前はあれだろ。三谷くんはそんなブルーじゃないね。そこまでブルーじゃない。君もパーカーがブルーなだけだね。なんかもっと全身ブルーにしたまえ。君たちは中途半端にブルーにしてるとあれだよ、たまたまブルーだった人が勘違いされちゃうから気をつけたまえ。それはこれくらいのブルーは全然いるからな。ダメだよ、明らかにブルー Z だっていうやつじゃないとダメだよ。恥ずかしいの？ブルーは恥ずかしいの？お前ら。まあいいや。ブルー Z しかいねえな。はいはいはい、なんでしょ？なんざましょ？バンダナ流行ってんのかい？あとこのユニフォーム、何これ？ファイヤー？ファイヤーでこれあれじゃん。マイアミヒートみたいな、あれじゃん。感じじゃん。マイアミヒートだろそれ完全に。はい金子くん、うい。まあいいや、永田くんは普通のパンチでやっちゃおう。はいオッケー。なんかもう俺の足はね完全にバッティングセンターへと向いてるんで、もう会いたくて会いたくて震える状態。はい、行くぜ。なんで兄さんいないんだ。わかった。じゃあ兄さんいねえんだったら遊んでいくか。やっていこう。なんだよ。いると思ったんだからな。かっ飛ばしてやるぜ。うん、よし、かっ飛ばせい。はいはい、オッケー、もういっちゃう。はい、えいしょ。いい進化だ。今度はここを狙っていこう。はい、はい、はい、ちゃー、はい、どうだい。じゃあ、次はここだ。おらふぅひー。はい、次は7番。いくぜ、カットおばせー。キミューちゃん、はい、オッケー、トゥー、トゥー、いくぜ。はい、はい、振りかぶって。あれ中断しちゃダメー。アモーン、命拾いしたの2番ちゃん。えい、おーっと食べすぎた。おいおいおい、あら、あー振りが早いの。もうちょっと引きつけて、ここや。さあ、行くで、行くで。あら、いい感じやの。はい、次は9番行くか。おらい。あかん、あかん。集中せなあかん。はい。はい、次、3行くぜ、3。はいはいはい、チャーシューメン。
はい、ラストいくでー。シックスパックいくでー。はい、ワン、ツー、の、スリー。はい、効きません。内角効きませんよ。え、まだやんのこれ。よかろう。ワン、ツー、スリー。はい、どんどん来たまえ。はい、はい、はい。止まらないよ、キリちゃん。はい、はい、はい、はい。シンカーか、シンカーだね。やるやん、やるやん。やるやん、打ったろ、打ったろ、打ったろー。もういや、オッケーオッケー、集中力切れてるよ。集中力が切れてるよ。おい、そんなことなかった。全然切れなかったね、集中力。はい、行こうか。あ、内角効かないんだから、キリュウちゃんには。はい、じゃあ4番行きまーす。はい、決めてくよ。はい。はい、どすこい。はい。ゲームセット終わりこれ。まあまあやないの。まあまあやないの。ポケティなのこれで。嫌なんだよ、みたいな。なんや、キリュウちゃんやないか。お？当たり前やろが、ここは俺の遊び屋やで。お前が気軽に出入りしてええ場所とちゃう。何？どういうことだ？ここは俺にとって特別な場所での。あんまり他人に土足で踏み荒らされたくないんや。そいつは初耳だな。ここで遊ぶのにあんたの曲がいるとは。そういうことや。ほな、分かったらさっさと帰れや。今のお前の相手にする気分とちゃう。悪いが、そういうことなら俺も聞けねえな。この場所には俺も思い出がある。あんたに譲るわけにはいかねえ。ふん、意見が合うとは珍しいの。ほな、どっちがこの場所にふさわしいか一丁勝負するとしようか。いいな、相手になってやる。ほら兄さん、やっぱりこれでしか語れないの！これでしか語れねえんだよ！うらぁ！うらぁ！どりゃ！ういや！うへい！おいおい！うへい！何してんねん！何してんねん！はい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 ！うい！おお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 わあわあわあ、来い、えい、あい、うえい、うえい、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 させるか。なんかないの、なんかない。えい、やばい、さすがや。うう、すげえパンチ力だこれ。バット力っていうのこれ。バット力ってなんか卑猥だな、このやろう。さあ兄さん、もう引かないぜ。兄さん、もうこれ以上はどうなっても引かない。どうなっても引かない。オラオラオラ、さらばだ。いい顔。やるのキルちゃん、その重い地域、あいつを思い出したわ。あいつ、うん、お前には関係ない話や。そういうお前こそこの場所に思い入れがあるってあったなんて初耳やで。昔の話さ、わけ兄弟。ああ、
意識のことや。ほんまか。そしたら文句言うのはやぶやな。お前もここを好きに使うとええ。いいのか。かまへん、かまへん。なんや、キルちゃんと喧嘩しちゃったら、昔思い出してイライラが吹っ飛んでもしもたわ。いやっよっしゃ、今日は思いっきりホームランかっ飛ばしたるで。さすがや。おお、B ランクいった。B ランク。B ランク。B ランク。まあ、また兄さんおるやん。はい、ごめんよ。おお、いてーいてー、なんだよこれ。こらバカ、お前こらバカ、どこ見て歩いとんじゃバカや、こらなんだこれ。あ、いてたたたた、あ、いてたた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 たふざけんな、こいつら。もう暇じゃねえぞ、マジで。なんなんだ、この真っ黒なやつ。払うわけないだろ。いい加減したまえ。だから、なんだ、お前、真っ黒だから。なんだよ、腰痛いんじゃないのかよ、千葉さんよ。千葉さん、行っちゃったじゃん。千葉さんもう行っちゃったじゃん、清水くん。なんで清水くん、終わりかね。まっちゃんも終わりか。どうした、その程度か。やっぱり喧嘩は良くないと思いませんか。見てんだ。そうです、そうです。バカたれ、なんだか腰治ったみたいだよ。動きが滑らかになった。よかったね。これは怪我の功名ってやつかな。それじゃ僕たちはこの辺で失礼しちゃおうかな。出たな、お前ら本当に。あのバカどもマジいい加減にせえよ。もうめっちゃくれる。めっちゃ経験値くれたの。じゃあいいや、取れ。行くか。え？あ、こっからしか侵入できないんだ。これしかも何？必要ゲージ85か。酒を飲んで体力回復。これはあんまりいらねえか。こっち行くか、あんじゃ。ついに進出。あ、こ、うん、どこ行こうかな。違うし。どこ行こうか。ミレニアムタワーの前行ってみる。あ、ロッカーだ、ロッカー。コインロッカー。どこだっけ。あ、これ西口公園か。あんただよ。なんだなんだ。なんだろう。ほらほら、まったくカラーヤングなのかめんどくさいの。どうして大したことないだろお前ら。すぐこうやって抜くんだから。ダメだよ抜いちゃう、本当に。もう殴らないでくださいって情けないの。さあ、どこに行く、どこに行く。どこに行くんですか。どこに行くのかな。
ん、なんだなんだ。あれ赤じゃん。赤じゃんか、赤。グラディアイ。なんだよ、赤初めてだ。ここは赤の縄張りなの。なんか記憶があるな。すげえ昔だけど。はい。はい。グッドバイナー。もうちょっとね、強くなってほしいね、敵さんにはね。あ、カラーギャグがいる。やめろ、そのとりあえず金出せってのは。おいおい、なんだ、あ、お前頭まで鏡にして気合入ってるね、藤本くんね。ちょっとあれ小隊長ぐらいの感じか、お前は。はいはい、おい、ベイベイ、田の上、田の上、この野郎。ウィーンと、なんだなんだ。おーい、あ、白か、今度はホワイトエッジ。まあどうでもいいな、この名前とか。なんだホワイトエッジって。ドワンドワンって巻き添えで死んだぞ今のやつ。まあこのなんか半袖の上になんかバスケのユニフォームはどこにでもいるな。はい、真村君、さよなら。お、サンドイッチマン。てて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 。あ、なんか敵がいっぱいいる。どこに行けばいいのこれ。あ、ここら辺にいた気がするな、なんか。すっげえ昔の記憶をたどっていくか。先を急いでるのだ。俺は先を急いでいるのだ。また貴様はどこにでもいるスタイル。どこにでもいるスタイルの君には死をくれてやろう。あーあー、路地裏やだー、なんかやだ路地裏。早く起きてよー、もう山岸くん。あ、いたいたいた。お、ここ。お、ここはおじ。うん。あれ、入れないの。おい、ここはおじさん。あ、虫、メスキングの、メスキングのあれが落ちてる。消えろよ。邪魔だ。
ナイスパンチ。どこに行けばいいんだい。さっき公園に待ち合わせるとか言ってたな。ごめんなさい。おお。公園に行くと言ってた気がする。ホワイトエッジこの野郎ブルブル震えてたね今ねなんだろうカラーギャングこんなにいてどうすんだろう。ほらでも子供だからなこのカラーギャングつっても37だぞこれ。しかもヤクザの大物。相手にならんだろ。おお冷えるぜ。本当はなんだあいつって感じでもいいよな。またホワイトエッジだ。なんだい兄さん今の現れ方兄さんやばいの。うらおい、ちょっと兄さんすげえ威力だわ。兄さんの攻撃捨てちまえ。おらおら、ちょっと一風変わった兄さんだ。今回の仕掛け方が全然違かった。ちょっと強いぞ。しかもダッシュスタイルでいこう。えいえい、うん、はい。いや、ダメージはいい感じなのかな。ダメージをいい感じに加算されてるならいいけど、やっぱチンピラスタイルが一番効きそうだな。うわお、堂島かわし屋でいくか。いけるかいけるか。いえいえ、ちょっと集中モードだぜこれ。これ下手したらこれ弁当寿司詰めがないから負けるかもしれないかな。これ下手したら、ああやっば。うわうわ、こんな初めてだ。こんなやられ方したの。おい、ああバカ野郎バカ野郎なやろ。ああ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 、何させるか。これはまずいぞ。嘘だろ兄さん、よだれピーポー。
いや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 、ダメだって。つえつえ、マジで。いや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 、削っとかねえと。ラストだ。酒も飲むぜ。さあ、えい、やりー。うちに同人とはさすがキルちゃんや。あんた俺のこと見張ってるだけじゃなかったのか。それがなんで急に襲ってかかってくるんだ。筋が通らねえじゃねえか。何言うてんのや。お前が緊急時にどないな行動を取るのか、それを見届けようとしたんやないかい。分かれで分からねえ理屈だな。ほな次はどないしてキルちゃんびっくりさせようかな。いや強かった。いや強え。こりゃたまらんわ。たまらずコンビニに駆け込む。いらっしゃいませ。うわ、寿司詰めを頼む。ありがとうございます。ありがとうございますってなんだよ。ちゃんと喋れ。てってちつつたちつつたたたたたらたちつたらたちつつたたたらたたたらたたたたたたたおんわ。何やろ、そうに歩いてんだお前お前お前、道開けろお前お前お前。誰お前。全然いいんですけど、全然いいんですけど、かかってくんかい。おい宮城、もう終わりかい。宮城よ、もう終わりかい。わあ、そのパティか兄さん。バット兄さんじゃねえか。しかも、もう池上ちょっと邪魔なの。お前どいてろ池上。いや今マジでね、いや、ほんと危なかった。あの、寿司買っとかなかったらマジやばかった。あ、池上くんは、ちょっと、のいてろ。まずいまずい。なんだなんだ。おら!おら!どうだ、兄さん。ウェイウェイ。ああ、やめろ。どうだよ兄さん。ウェイ、どうだカジキ砲の威力。よし、カジキ砲重いだろ。ウェイウェイヤー、ここに落とす。うわー、いくつな。これなんだよ。出た爆竹、ドンボン。待て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 
いや、ほんと頭おかしいんじゃねえのこれ、兄さん。兄さん、頭おかしいだろ、これ。今、行っちゃうとこだったでしょ、今。やばいよ、兄さん、それは。あ、これやばいって。これはね、アドバンテージ的にね、こう無理に近いぐらいやばい。さあ、堂島の竜かな、バット相手には。はまった。はまったわ。はまり役。ずっぽしたはまり役。おい。イエーハーだって。さあ。まずい。えい、あぶねえ。おおおおい、あー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 あ、だんだ兄さん、やりよるやりよるやりよるの。もう使わせて、こっちも使うよ、そんなの。おい、ダメだ、もうあれを使うしかねえ。はいはい、ダメだ、とんがりコンが効かねえ。あー、パイロンが効かねえよ。もういらん。うわー、あれじゃん、腹切りじゃん、それ。おうおうおう、やばいって、捉えらんねえんだもん。どうだどうだ、いけるか。シンクラスタイルが効くか。爆竹だこの野郎。おお、あーあー、すごい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 ね。マジかよ。いい戦いだ。えいえい、引くな、キリュウちゃん、引くな。ゲージがあるから、まだいける。当ててけ。引くな。オッケー、ナイス。引くな。絶対引くな。うらうら、そう。引かないんだ。うらうらうら、そう、潰し合い。すっげえ今ドキドキした。もう寿司食い放題だ、おら。うわ、ぶね。えいやー、おら。どうだ。ごっついの。あかんかん、俺の負けや。お前に喧嘩買ってもらうの最高のシチュエーションやないかい。もうすでに喧嘩しとるやからの。甘々や、キリュウちゃん。よし、ちょ、これももう一回寿司食いに行こう。あれは、おい、なんだ。ちょっと待って、お前らめんどくさいから、もうやめとけ。いらっしゃいませ。はいよ。ちょっとね、まあ寿司よくこれ在庫あるな、こいつも。あれ
こんだけあればなんとかなるだろう。よし、じゃあこれからね、カラーギャングをこれいっぱい倒していくんだけども、ちょっとね、時間的に押してきたんでセーブします。はい、セーブイ。はい、じゃあ上書きします。じゃあね、これからね、カラーギャングね、多分3つ、赤白青と3つ戦っていくと思うんで、次回はね、カラーギャング撃退っていうか、まあ、絶滅編ですね。よろしくお願いします。またね。